マジで西武好きが増えた、一人でも。一人でも増えてくれたら嬉しい。さあ、石川くんか、ここもソフトバンクか。おいいな。おいいな、ソフトバンク。たまにはね、千葉ロッテとか、広島東洋カープとか、いないかな、いないかな、純正。お願いします。いやーもうね、ここでパワーカーブが来たぞ、石川。パワーカーブ、石川。さあ、一個、平くん。中村明ね、アキラがなかなか、もうね、アキラがね、代打でいるだけでね、えぐいっすですよね、ソフトバンクの打線。よしよし、OK、OK。ナイス、ナイス。うん。忘れられた楽天と、みかんさん、楽天忘れてないっすよ。全然忘れてない。MK さん、セーブ、勝ちました。レオホー、ありがとうございます。ここでマッチか。ちょっと固まっちゃった、ごめんなさい。大丈夫かな。あ、そこが動いた、動いた。よいしょ。ナイスナイス。ここでね、まっすぐはベースピが出てほしかった。オッケーオッケーオッケー。アップルサードもいけちゃうんです。ここでギータか。ギータを引っ張り警戒して。ゴリゴリにイン攻め。あー、曲がりすぎたか。これがね、うわー、真ん中に入ったかー。ナイスバッティング、えぐい、えぐい。ルーザーズさんがずっとライブ見てるんで、中日純正がいないのはなぜなぜと。これはですね、ルーザーズさん、ぜひ中日純正の皆さんを、立浪純正を呼び起こしてください。立浪純正ってなんやねん。いやー、今のナイスバッティングだな。えぐいのいかれたな、コッコさん。ストライク。栗原くんね。うまいー。オッケー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 。なんとかいってん、なんとかいってん。さあ、打っていくぞ、打っていくぞ。お願いしますよ。立浪より俺流と、これはね、やっぱ落合。やっぱり落合。みかんさんが阪神純正に聞きたい。伊藤正強いですかと。みかんさんのね、いい質問。伊藤正は使えるかと、みかんさんが。皆さん、阪神純正、ここね、ギフちゃんさん案件かな？ギフちゃんさん、阪神純正ガチモサ玉持ち。さあ、石川くんはね、パワーカー投げられたらもう終わりだからな。でもね、ここは見送る。さあ、任侠さんはね、立浪より、ここはアサムが伸びるんです、その打球が伸びるんです。ナイスバッチ、ナイスバッチ。さあ、ギフちゃんさんが、伊藤正打たれた記憶がありませんと、師匠にさせてくださいと、ギフちゃんさん、玉持ち、切った、打たれた記憶がないと、かっけ。さあ、GG なんです。うわー、落ちないか。モリリン、来た球をしばくだけという柳田流。内戦、しっかり球見て、来た球を振るだけ。男は黙って、フルスイングなんです。内戦。モリリン、集中。さあ、大丈夫かな。モリリン、しっかり球を見ていく。ナイスボールだな。パワーかくるかな。やはりパワーが抜けないか。くっそー、タッチアップ。よしよしよし、オッケーオッケー。カブレラ見たいよ。カブレラのどでかいの見たいよ。よく見た。
店員さん、ゲンディセーブですかと、ゲンディ。ゲンダ君ですか、ゲンダ君はセーブですよ。ゲンちゃん。さあ、松本投手ね。もう何度 S 当たったか。よし、うわ、球速っ。よく見たよ、内線。よく見た、いい子だカブレラ。うわー、うちゃくそー、なんやねん、あのボール。まっすぐかと思ったら逃げてくのね、ナチュラルシュート。源田はセーブ、残りそう。宮下さんね、多分ね、源田はね、そのまま生涯セーブにいてくれるはず。源田セーブならワンチャンセーブ純正作れると。セーブ純正、おっと、セーブ純正いけますか、天さん。うまいなあ。あそこのライトゴロにならなかった。ライトゴロになってほしかった。高橋さん、お疲れ様です、ようこそ。あそこを引っ張られるか、うまいなあ。限りなくボールだと思ってるところを、すごい固まる。ごめんなさいね、すごい固まってますね。大丈夫かな、これ。通信が悪い感じかな。あ、 OKOK。 すごい固まりますね。これこっちの問題かな。大丈夫、見てるみんなは大丈夫ですか。すごい固まってないですか。いや、俺は Wi-Fi バリバリでやってるんですけどね。みかんさん、トンネルでやってないんですけどね。桜さん、お疲れ様です。優勢出てくる、ラグいですよね。見てる皆さんもラグいですよね。すげえ固まってる。もしかしたら、相手の方が電話がかかってきちゃったかな。電話がかかってきてるかな、今。ちょっとですね、止まってますね。声は聞こえてますか？声は聞こえる？もしかしたらね、電波状況がちょっとあんまり良くないのかも。あ、動いた。ボール球、今の。あ、MK さん、声は聞こえてる。ありがとうございます。何してんねん、どすこい。何今、え、抜けてったよね、今の。どこでグローブ破れた、グローブが破れたのかな、今。ここでね、まっすー行こう。まっすー、こちらの西武の増田、ピッチャーを変える。これはね、ストレートがね、動かないまっすーなんですよ。まだまっすらじゃない、まっすー動いてるな。マス？振らない。やあ、オッケー、タッチアップか。ナイスタッチアップ。ワンアウト。体でも、そう、まあ俺ソフトバンクやしと。桜さん、やめて。そういうことか。山川、何やってんだ。試合は集中しろ。ソフトバンクだから今のは取らなかったのか、この野郎。ファースト何をしてんのと。ちょっとラグいですね。ちょっとやっぱね、この時間帯ね、ちょっと結構電波が集中する時間帯なので。嘘やろ、あそこのボール、マジかー。ことごとく打たれるな。ナイスバッティング。ファールで逃げられる。
よしよし、オッケーオッケーオッケー、ツーアウトツーアウト、オッケーツーアウト。今日ね、山川ホームランね、早速打ってましたね。ナイス、さすが山川はソフトバンク、西武ライオンズにいました。ちょっとね、電波が悪すぎるな。これね、多分ね、レオンの問題じゃないと思うので申し訳ないです。さっきまでね、サクサク動いてたんで。よーしよし、オッケーオッケーオッケー、ナイス、オッケー、お願いします。サイズニードの弟さん、こんばんは。今日はね、純正です。今日は純正です。今日は純正マッチ、純正限定でやらせてもらっております。球速えな。よく見たよく見た、内線。渡来くんのホームラン見てめっちゃ発狂しましたと。桜桜さん、渡来くん本当にルーキーですか。あの人はマジでね、ルーキーじゃない。人生何周目、本当に。落ちて、ナイス、オッケー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 。さっきのね、さっきのまだエラーはね、帳消しになってないぞ。12球団の中でも一発目なんです。2024年の一発目、渡来くん。すごいな、持ってるな。ルーキーでさらに。さあ、アップル。まずはね、1点返していきたい。ナイスナイスバッティング、ナイスバッティング、いいよいいよいいよ。さあ、栗田くん、しっかり球見て。あー、うわー、ダメだよ、ダメ、今のはダメだ。さあ、源ちゃん、源ちゃん、源ちゃんです。ナイスバッティング。今のはね、スライダー読んでた。今のはしっかり見れた。ナイスボール、ナイスボール。ナイスバッティング、ナイスバッティング。ヒルマ君のところに代打送ろう。代打でゲイシー。ここはね、ライドラ、ライドラゲイシー行こう。ゲイシー、頼むよ。ここでモイモイか。やっぱり来るよね。やっぱり来る。モイモイが来るか。内線内線、オッケーよ。そう、満塁ホームラン打てば1点差まで追いつけると。なんでやねん、なんでやねん。まだ、まだ諦めない、まだ諦めないぞ、アサム。よく見て、球しっかり見て。落ちてこんかった、くっそー。ありがとうございました。コッコさん、ナイスバッティング、強かったな、コッコさん、ありがとうございます。これでこそレオンさんやと。